えー、それではですね。まずはあのー、先日ご出産もされまして、あのー、初の実は今回あのご出産後が初の公の場となります。主演の奥山和沙さん一言お願いいたします。はい、ええー、と母になりました。<laughs> <奥山 S 2> ありがとうございます。<で>す, <laughs> すみません、ありがとうございます。こんな場所でえっ、ー、とこれはまあ、そうですね。私の初めての主演の映画なので、すごく思い入れがある作品になってます。 こうやって無事公開できて本当に嬉しく思ってます。今日はよろしくお願いします。私、今作,今作が一応映画単独では初主演ですかね。そうですね。はい。単独じゃないのはあったんですよね。あのー、そう、戦隊とかですかね。だったらありましたか。はい。単独初主演ということで,いいですかね。<laughs> カウントして <laughs>、カウント、主演作、主演で,主演でカウントであ。あれってみんなが主演なんですか。みんなが主演なのかなと思ってました。<と>そう、ね、違うのかな、ね。<laughs> まあ、2022年にも私も一緒に舞台立たせていただきましたが、はい、井上監督がやっている劇団マカリスターでそちらでも初主演を演じられておりましたが、はい、今回、じゃあ撮影映画での撮影のテテさんどううででしたか <laughs> そうですね、まあ、舞台の時もまも、あ、初めての私の舞台でそれでも初主演でやらせていただいて。その時もまあ 台本があるようでないいと言いますかあの台本あるんですけど結構自由にやらせていただけたので、まあ、それは舞台だからかなと思ってたんですけど今回この映画でも同じようにやらせてもらってで結構本当に自由だったので、まあ、私のその久美香の感情っていうのをダイレクトに感じながらすごく集中してでき,るできましたし。 テテ、まあ、さんのこの世界観っていうのは私は,私はすごく好みというか、まあ、個人的にめちゃくちゃぶっ刺さっててもうファンなのでテテ <laughs>、まあ、さんの作品に携われることが本当に幸せなので、まあ、今回も楽しく楽しくやらせていただきました逆にあの主演の奥山さんが今回ほぼほぼ受け身のお芝居になるのでそうですねそれもそれで大変ですよね。めっちゃ一番 難しかったと思います。今までやった役でセリフは多分そんなにもなかったんですけど、まあこう組花の周りで起こる奇想天外な出来事を全部受け止めるというか、こうそれを受けるっていうお芝居は難しくて悩みましたね。普通にめちゃくちゃはい。だってほぼほぼ点点点点点ですね。そうですね。全部点点点。そうそうそう。点点点なんですよね。本当に台本もなんかもなもない。うん。 っって感じだったのでずっと巻巻きき込込ままれれててるるだだけけなんですよ、うん、私がもいい顔してるんですよねやっぱり。<laughs> でそのやっぱなんだろうまあ広山さんと山口大志くんにもうもちろん好きにやっていいって言ってるのでおおむね流れは決まってるんですけど、うん、で好きに喋ってもらってるから、まあ、面白くなっちゃってこのすごくめちゃめちゃゲラなので <laughs> すごいもうこのように。 なんとあの役のあのシーンとしてる感じからカットがかかった瞬間にマックスをギャラギャラ笑えるみたいななんですそういう感じだったのでだからその笑いこらえてる顔がすすっごいい面白いんですよ <laughs> <laughs> でその顔ばっかり抜いてこうやって編集してね入れうのそ,そのその顔のダイジェストちょっとでももう,もう全力で琴葉さんと大地さんがぶつかってくるというかもう楽しんでお芝居をしているので。 普通に素だ,だったらもう絶対ゲラゲラ笑ってるけどもう私はクミカだからしっかり受け止めるというか大大大変変変でででしたすすね <laughs> 大変ですねそれ大変ですね <laughs> 非常におととい公式のツイッターで出した奥山さんがあのメインでメイキングにその感想がいかに笑いをこらえるのがつらかったかというメイキングがありますのでぜひツイッターをチェックしてみてください。 ではあの一言、ご挨拶いただきたいと思いますこの退屈なエンドロール、本当にテテさんの、まあ、熱意や情熱はこもっているんですが、そのまあ、見てくださる方々は、なんだろう、まあ、そんなにこう力まずにというか、力を抜いて。 映画の中で何か起こってることをそのままありのまま受け止めて楽しんでいただけたらいいなと思いますそしてこの映画があの、まあ、皆さんの心の中にじんわりなんか広がって何かいい映画だったなって思っていただければいいなと思います。はい